ダウンタイムをね、早く終わらせたいというので、まあ皆さん共通の願いだと思うんですけども、企業成立はほとんどのものがダウンタイム伴うものが多いので、まあ予想から始まってもね、多少なりともやっぱり幅広くなりますし、まああとは切開になれば、まあどうしてもね、まあ内出血まで出るんじゃないかなと思いますね。あとはまあ脂肪吸引になれば全身のダウンタイムが訪れるわけですけども、どういうふうにしたらいいかっていうと、特に術後1週間、術後の腫れがね、成立した部位に及んでる場合っていうのは、基本的に温めるか冷やすかっていったら絶対冷やした方がいいですね。で、冷やすことによって装具の腫れ、まあ熱感だったりとかそういったものも引き締まりますので、迷ったら冷やすと。例えば冷えピタを切ってまぶたに貼るとか、まあ頬とかでなんか注入してたりしたらこういうところに冷えピタ貼るとか、そういうのもいいと思いますね。その保冷剤とかでやると、まあその下手するとやりすぎちゃって凍傷になっちゃったりする場合があるんですね。局所麻酔がまだ効いてる状態で、まあ帰ってすぐ冷やそうかなと思って冷やしたりすると、まあ局麻が効いてると感覚がなくなるので、体っていうのはね、冷えすぎるとやっぱ痛くなってきて、もうこれ以上冷やさないでっていう危険信号を出すんですけど、そういったものが感じられなくなってしまうので、直後麻酔が効いてる状態で思いっきり冷やしてしまうのはあんまり良くないよっていう風には伝えてますね。で、あとは翌日がやっぱり一番むくむってね、腫れるってよく言うと思うんですけど、なんでかっていうとその前に寝てるからなんですね。寝ると心臓のね、もうポンプ機能がまあ頭の方に行ったりとか足の方に行ったりとかするので、基本的にどうしても顔がむくんでますよね、朝ね起きるとね。だからまあこうやって座ったりとか座位とか立位だと基本的に重力で下に落ちるので、顔のむくみ水の取れていくわけなんですけども、顔の手術した場合、頭をまず高くして寝るとか、あとは例えば足の脂肪吸引をしたら足を上げて寝るとか、この心臓の方向にこう静脈が戻ってくれるように高さを調整してあげるといいんじゃないかなと思います。座って寝ろってことまでは言わないですけど、例えばこの肩枕とかを入れて寝るとか、あとは足の下に枕を入れて足を上げて寝るとか、まあ、そういったことをすることによってむくみは取れると思うんですが、それをまあ、言うならばね、一時的に逃げてるだけなので、やっぱりそれはまあ根本的な解決にならないですけど、そういうむくみ感を減らしたければそういう処置をしてあげるといいんじゃないかなと思います。あとはまあ飲み薬とかがね、あるんですね。シンエックでしたかね、とかね、あとは漢方もありますね。そういったものがありますので、まあ希望があればそういうものを飲む。あとはなんか韓国だとなんかなんとかジュースみたいなね、まあそういう飲み物があって、それが腫れを引かせてくれる。そういうもので、まあその組織のむくみを取る。ちょっと利尿作用があるっていうものが多いですよね、基本的にはね。まあ水を出す作用がある。漢方だったりとか、そういったものが多いんじゃないかなと思うんですけど、単純に体内の水分量を減らすことによってむくみをね、軽減することができるというわけですね。かといって利尿剤とかをね、やっぱそのガブガブ飲んでしまうと、やっぱ体液のバランスが崩れたりとか、また腎臓に負荷がかかったりとかしますから、やっぱりあくまでそのドクターの管理のもとで、指示のもとでやるとか、例えば漢方みたいにマイルドに効いてくれるものを選択する方が良くて、ラシックスみたいなそのガチな利尿剤を飲んだ方がいいっていう言ってる人もいるんですけど、まあ、そして市販してるねところもあったりとかして、それはちょっと危ないんじゃないかなと思うので、まあ、やっぱナトリウムとかカリウム、そういったもののバランスも崩れちゃって、まあ、立ちくらみだったりとか、下手すると意識消失まで行ってしまうので、それはやりすぎない方がいいんじゃないかなと思います。で、拘縮といって、まあ、傷が治ってくるとやっぱ硬くなってくるんですね。フェイスリフトした後とか、頬顎の脂肪吸引した後とかね、お胸とかもそうなんですけども、そういった腫れが落ち着いて硬くなってきてからっていうのは、基本的には温める、ほぐす段階に入ってくるので、ストレッチの考え方と一緒ですね。ストレッチって例えばお風呂上がりにやった方がいいよとか、そういう風に言われると思うんですけど、やっぱりまず血行を良くして体内に熱を運んであげて、そしてもう揉みほぐしてあげるっていう段階が来る。まあそれはもう 1,2 週間経ってからなので、最初の方っていうのは基本的に迷ったら冷やすっていう風に覚えておいてもらうといいと思いますね。で、まあ運動とかをするとむくみが軽減するとかね、言ってる方もいると思うんですけど、まあそれも結局さっきの静脈管流の問題で、心臓のポンプ機能がね、ちゃんと活発に動いてくれれば出すのも多くなるし、戻りも良くなるので、そういう意味で少しこうね、体を動かした方がむくみが取れるっていう風に言われる場合もありますけど、まあそれも要は体液量が一定である以上は、帰ってきて横になったらやっぱむくみは出ますしっていうのはあると思います。だからなんか一時的にこうね、むくみを取るっていうのは方法はいろいろあるんですけど、まあ根本的にはまあどうしてもね、むくむのはしょうがないかなと思いますね。で、内出血はね、もう出たものに関してはやっぱり時間解決するのを待つしかないんじゃないかなと思います。で、まあ内出血紫になって黄色になって肌色になるんですけど、1週間経ってみればほとんど黄色になってきますから大丈夫だと思うんですけども、最初の1週間ね、やっぱり鼻とか、まあ、目とかね、オペした人は絶対内出血は多少出ますから、まあそこはもうちょっと付き合っていかなきゃいけない部分かなと思ってもらった方が気が楽かなと思いますし、まあそれを鑑みてちゃんと予定を調整していくっていうのも大事かなと思いますね。はい。